GTR の性能、もうここまでいくと普通の方では本当に使いこなせないところまでいった高性能をもう少し分かりやすくマニアックな方に乗っていただきたいという車です。生産能力が月に30台以上ありません。世界最高のブレーキって何だろう。本当にピュアにレース用、レース用だけど日常着からサーキットまで全部使えちゃうと、世界最高のカーボンセラミック使ってます。そんなタイヤと人を直結した感覚、おそらく今までそういう感覚って世界中の車あんまり持ってないと思います。これは懐があるんです。マルチパフォーマンスって領域は外してない、全く味わったことのない世界を感じてもらいたいと思ってます。